はい、質問答えでございます。総理および斉藤大臣におかれましては、ホテルの水害に大変にご心配を賜っています。誠にありがとうございます。今般の大雨の災害教訓でございます。14日から16日にかけて全県域で激しい雨が続き、各地で2日間の雨量が7月の平年1ヶ月分を超える観測史上最大の大雨となりました。残念ながら、お一人が亡くなられております。さらに、整備されました、モノは、ウネスロ川という一級河川の氾濫は、免れたものの、未整備の多くの中小河川で氾濫し、堤防の決壊や道路の損壊、さらには各地の大規模な土砂崩れに加え、特に秋田市内では、中心市街地を含む広範囲な内水氾濫が発生し、重機や店舗など民間施設の被害は極めて重大であります。また、水道施設の被害により、広範な断水が続いた町村も出ており、県民生活の影響は深刻なものになっております。加えて、医療施設や福祉施設も各地で大変な被害を受けています。さらに、農地の冠水や土砂流入により、米、大豆、2年の農作物の大幅な減収が見込まれるほか、品質低下により農家の経営維持も困難な状況であり、加えて農業施設や林地、林業施設も甚大な被害が発生しております。以上、概略を申し上げました。よろしくお願い申し上げます。続きまして、穂積秋田市長からご発言お願いいたします。はい、秋田市長の穂積でございます。本日はお忙しいところ、貴重なお時間をいただきまして、誠にありがとうございます。この度の豪雨災害の被災状況につきまして、私から説明をさせていただきます。本市では7月14日から19日にかけて、梅雨前線の停滞により、断続的に雨が降り続き、市内で最も降水量の多かった北東部の湯別地区においては、7月15日の24時間の降水量が303ミリと観測史上最多を記録し、この1日だけで7月の1ヶ月間の総降水量に匹敵したほか、48時間降水量が400ミリを超えるなど、市内全域で記録的な豪雨に飲まれたところでございます。市内を流れる県管理河川25河川のうち、太平川、新城川、真澄川、岩見川の4河川のほか、市が管理する古川が氾濫をし、また県管理の旭川は氾濫はしなかったものの、水位が上昇し、これにより内水氾濫が起こり、中心市街地をはじめとする多くの地域で家屋、店舗等が浸水するなど、甚大な被害が発生したところであります。被害の全容は現在調査中でありますが、これまでの被害状況等から推計しますと、最大で市内1000世帯の約4分の1にあたる3万2000世帯が居住する区域に被害があったものと想定しております。また農産物や農業資材、林業関係にも甚大な被害が発生しており、7月23日時点では約23億円の被害総額となっており、さらに状況が進みますと増加する見込みとなっているところでございます。道路関係では秋田駅の東西をつなぐ秋田中央道路など市内68カ所で冠水が発生したほか、国道7号沿いの土砂崩れや旭川での護岸崩落による通行止めなど、市民生活や地域産業へ甚大な被害が及んでいるところでございます。現在、被災者支援や被害家屋の調査、さらには大量の災害ごみの処理など、復旧に向けて全力で取り組んでいるところでありますが、速やかに日常の市民生活を取り戻し、市内経済の立て直しを図る必要があることから、総合的な対策が急務となっているのが実情であります。私からは以上でございます。ありがとうございました。続きまして、斉藤国土交通大臣よりご発言お願いいたします。はい、改めまして
て今回の大雨によりお亡くなりになられた方、私のご家族に心からお悔やみを申し上げます。またすべての被災された皆様に心からお願いを申し上げます。佐竹知事、穂積市長におかれましては、住民の命を守るため、そして一日も早い復旧復興を成し遂げるために、現場第一線にてご尽力されていることに深く敬意を表します。本日は私自身も被災地を自らの目で確認し、現場の切なる声を直接お伺いするためこの場に参りました。今秋田市役所におります。先ほど市内の被害状況を視察いたしました。まず秋田駅東口の浸水被害箇所を視察し、大雨が降り続いた当時の状況について説明を受けました。現在水は完全に引いていますが、当時は辺り一面が浸水し、アンダーパスが完全に水没していたとのことで、今も浸水した跡が残る生々しい状況、被害の大きさを感じ取ることができました。次に旭川の護岸が崩落した現場を視察しました。歩行者が多い市の中心部の歩道が約20メートルにわたって完全に崩落しており、洪水時の水位が高く非常な危険な状態であったことが分かりました。国土交通省では発災直後から防災ヘリによる調査を行うとともに、テックフォースや排水ポンプ車を現地に派遣するなど、被害の全容把握と被災自治体の支援に当たっています。今回の視察を通じ、改めて地域の復旧復興に向けて全力で取り組んでいくとの決意を新たにしたところでございます。引き続き現場力を最大限発揮し、被災地の方々が一日も早く元の暮らしを取り戻せるようしっかり取り組んでまいります。本日は限られた時間ではございますが、地域の早期復旧復興のため忌憚のないご意見をお聞かせいただきたいと思います。また今回ご要望のあった点以外につきましても、東北地方整備局などを通じ、地域の声をしっかり耳を傾け、そのニーズをきめ細かく把握してまいりたいと考えております。今後ともお困りの点などあれば何なりとご連絡ください。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。ありがとうございました。では記者会見よろしくお願いいたします。はい、内閣総理大臣の岸田文雄です。本日は、佐竹知事さん、そして穂積市長さんにおかれましては、災害対応で大変な時にこのオンライン会議にご協力をいただきまして誠にありがとうございます。そしてまずは今回の大変な大雨の中で、お亡くなりになられた方に心から哀悼の意を表し申し上げるとともに、全ての被災された方々にお見舞いを申し上げます。今回の記録的な大雨では、秋田市の中心部を含む広い範囲で多くの住宅が浸水をし、断水も発生したほか、今も多くのこの場所で災害廃棄物の処理が続いていると承知をしています。本日先ほどの佐竹知事さん、穂積翔さんからの被災状況の報告を伺いまして、改めてその被害の凄まじさ、これを実感したところであります。いまだ日常生活を取り戻すことができない多くの方々のことを思いますときに心が痛みます。政府としては被災当初から自衛隊の災害派遣や、あるいはテックフォース派遣を行うなど、給水支援を含む災害応急対応対策や災害廃棄物支援等に全力で取り組んできたところですが、秋田の方々が一日も早く元の暮らしを取り戻すことができるよう、引き続き被災自治体の皆様と緊密に連携をしながら、被災者の生活再建支援、そして被災地の復旧支援にしっかりと取り組んでまいります。
また国民の生命と財産を守るためには事前防災、そして減災対策、これに万全を期すこと、これが重要です。先の国会では国土強靭化を継続的かつ安定的に推進するため国土強靭化基本法も改正されました。引き続きハード・ソフトを組み合わせた流域治水の推進など防災・減災・国土強靭化のための5カ年加速化対策着実に推進するとともに、この加速化対策後も中長期的かつ明確な見通しのもと災害に屈しない国土の形成に向けて今週中に決定する新たな国土強靭化基本計画に基づいて国土強靭化のための取り組みをしっかりと進めていく決意です。国として被災自治体のご意見を踏まえつつ必要な対策着実に推進していく所存ですので、どうか引き続きご協力いただきますようよろしくお願いを申し上げます。